学金に使いました結果、お金が余ったとなった場合、余った分取り上げますね、収入とみなしてって、これひどいでしょ、だって、もともと国が出したお金じゃないですよ、自分で頑張って働いたお金、もしくは民間が出してくれたお金、どうしてこれ、収入認定して取り上げられなきゃいけないんですか、見かねて民間の方々,方々が善意で出してくださったお金や、本人がバイトして食べたお金を授業料に使うって。 どうして国が出てくるんですか、行政が出てきて収入だから取り上げるって話って、おかしいでしょ、これ、収入認定して取り上げるなんて、あまりに中途半端で酷なんですよ、せっかく頑張って大学に合格したんです、余ったお金がもしあったとしたら、授業料に使うことも認めてあげてくださいよ、それ、人の道じゃないですか。貧困の連鎖を解消するため、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援は重要な課題、このように言われている。 このような中途半端なやり方を放置せずに、授業料についても認めるべき、ぜひそこまで踏み込んで通知を出せるように動いていただけませんか、堀内政務官、いかがでしょう。堀内大臣政務官お答え申し上げます。 生活保護制度においては、生活保護を受給しながら大学に就学するということは、働きうる場合にはその能力を十分に活用するという生活保護の要件との関係や、生活保護を受給されていない方とのバランスも考慮する必要があり、慎重な慎重な検討が必要と考えております山田太郎君。いつまで検討するんですかっていう話も言いたくなるんですよね、本当に。今、そこで苦しんでいる子どもたち、たくさんいるってことを知っていただきたい。 現在、生活保護を受けながら大学に就学することは認められていない、もし生活保護世代の子どもが大学などに進学した場合、実際には同じように、親や家族と同居を続けていても、観念的に世帯分離、つまり一緒には暮らしているけれども、いないものとして扱い、進学した者の,の分は、 生活扶助費が支給されなくなるっていうルールになってますよね、そのため、生活保護世帯の子どもが大学等に進学する場合、学費と生活費を奨学金やバイト代から自分で全て賄うことになると、学ぶために大学などに進学したのに、実際は多額の奨学金を借り入れ、他にもアルバイト掛け持ち、働き続けなきゃいけない、生活できない、こういった状態で進学した意味ってあるんですかね。 生活保護世帯の子どもが大学などに進学した場合、世帯分離で保護費を打ち切る扱いやめていただきたいんですよ。生活扶助費を支給するように運用を改めていただきたい。生活保護世帯の子ども、大学などに進学しているのは全国で4550人ほど。一人当たりの生活扶助費は都市部でも4万円程度なんです。 これ現在生活保護世帯から大学などに進学する子どもに全員に支給したとしても、約22億円ほど、たった22億円っていうと、財源どうするんだっていう声も飛びそうですけれども、このような投資が将来、大きなリターンとなって返ってくるっていうお話をしたいと思います。日本財団による推計計子子のののの貧困対策をしなければ2013 15年時点で15歳の子どもの障害所得の合計は 兆円少なくなり、それによって税金など将来の政府の収入も1.1兆円減る、このような発表している。この推計、当時15歳の1学年だけを対象とした結果で、ここでいう貧困の子どもとは、生活保護世帯、児童養護施設、一人り親世帯の15歳の子ども18万人を指す。 この1学年の子どもに貧困対策をすれば、政府の財政収入、1学年で1.1兆円改善するっていう試算なんですよね。じゃあ、これ、1学年だけじゃなくて、0歳から15歳の子ども全員を対象とした場合、対策した場合で推計を行ったら、所得は42.9兆円増えて、財政収入に至っては15.9兆円増に達すると。これ加藤大臣長い目で見たらね子供の貧困対策 これ十分にリタ,ーンがあのリターンが期待できるっていう意味のある先行投資って言えるんじゃないかなと思うんですけれども、えっと、この件、検討してみる値打ちってあるんじゃないかなと思うんですけど、いかがお考えですか、今の推計を聞いて加藤大臣、えー、確か、えー、と日本財団でしたかね、推計だというふうに思いますし。 あのまあ、その推計にはいろんな考え方があるんだと思いますけれどもやはり子どもさんあるいは若い方々にですねい、まあ、わば未来への投資という形でそうしたことを行っていくそしてそれによっていわばそうしなかった場合にむしろこう社会の中でですね落語してしまい逆にまあ生活保護等のです、ね、対象になっていく他方で将来に対する希望を持ってですねそれを切り開いていくことによってまあ自らがその夢を実現し 合わせて所得とを獲得することによって、いわばタックスペイヤーになっていく、もちろんその差というのはかなりのことがあり、それをそういった形で集計されたものというふうに考えております。まあ、そういう意味であの個々の政策について、一つ一つ申し上げる立場ではありませんけれども、ただ、トータルとしては、総理もおっしゃっておられるように、ですねその生活環境によって将来が左右されないように、そして若い方々がその夢と希望が実現できるように、しっかり取り組んでいくというのは、我々の基本的な姿勢であります。以上 山本君、ね、これは本当に子どもたちに対する先行投資をすればリターンがあるんだと財源はどうするんだじゃないんだこれは先行投資なんだって話なんですよね日本財団は多学年やこれから生まれる子どもについて考えれば経済への影響は甚大。 子どもの貧困対策を経済対策として捉えて格差の解消に有効な施策を模索することが求められると指摘していますこれ子どもの貧困を解決することがね将来の税収入を上げるとそのためには大学等の進学率を大幅に上げる必要があるそのためには当然大学などで勉強できる安定した経済的環境などの先行投資必要だっていう話ですよねまず手始めに生活保護世帯の子どもが大学等に進学した場合、えー、世帯分離で 保護費を打ち切る扱い、これやめていただきたい、堀内政務官、生活扶助費を支給するように運用を改めるということを、まず、政務三役でシェアしていただけないですか、お話ししていただけないですか、ごめんなさい、今ちょっとペーパー入ったと思いますけど、厚労省の立場としてというよりも、政務官、ぜひ今のお話を、政務三役でシェアしていただけませんか、お話ししていただけませんか、ペーパーにはない話です、これは、すみません。 堀内大臣政務官委員ご指摘のとおり、あの子どもたちの未来がその家庭の経済状況によって左右される、それはあのこの日本の将来にとって有識問題だと思っております。さまざまな経済的困難を抱えている生活保護世帯の子どもたちに対して、きめ細かい支援を行っていくこと、その必要性は感じております。 今後においても、その生活保護世帯や制度の見直しの中で、子どもたちの自立支援にとって必要な措置を引き続き、しっかりとこの国への先行投資という覚悟のもとに続けてまいりたいと思っております。よろししくお願いします山本君、えー、これ 生活保護世帯から進学する場合、生活扶助が削られるだけじゃない、これ、住まいにも影響が出るんだと、生活保護についての Q&A が書かれた生活保護手帳、別冊問答集、自治体職員とか福祉事務所などの方々、運用面などで疑問にぶち当たった場合、これを見て運用の判断をするという Q&A スタイルの代物、その生活保護手帳、別冊問答集の2015年バージョンで改定が行われた資料の2枚目でございます。 これが改定された世帯分離された世帯についての住宅家賃の限度額についてってものですね、これ、援護局、保護課長通知の事務連絡として出された新旧対象表でございます。右側の改正前、色が変わっています。7人以上世帯そこは色変わっている 左側の改正後を見て、お分かりの通り、7人以上世帯の文言。改正で削除されました。この7人以上世帯の文言が削られたことによって。生活保護世帯の子供が大学進学した場合、大変なことが起こる。大変なことになっていると。ベテランケースワーカーの方々から悲鳴が聞こえています。説明に時間かかるので、ざっくりにします。改正前の問答。7人世帯以上を前提にしたものですよね。改正前は7人世帯以上にしか触れていない。 例えば3人世帯から進学のため、世帯分離で2人になりましたとか、そういうことを書いてないんです、触れてない、何も言っていない、あくまで改正前は7人世帯以上についてです。7人以上で暮らす生活保護世帯ってどれぐらいいるんでしょう、全体の0 1オーパンセット。つまり生活保護世帯の中でも超少数、0.14、生活保護世帯の中でも超少数派である7人世帯以上にしか、改正前は触れてないんですよ、世帯分離のね、細かいことを。 例えば母子2人世帯で子どもが進学のために世帯分離された場合、この通知、何も言ってないんです。だから以前は現場の判断で、住宅扶助費について厳格せず、2人世帯基準のまま出し続ける、こういう柔軟な運用ができてたってことなんです。実際にそういう対応をしている福祉事務所も少なくなかった。進学で世帯分離したって言ったって、現にそこに住んでる以上、家賃をもともとの世帯因数に応じた基準にすることもやむを得ないと。 福祉事務所の裁量に助けられた人々がいた、すべてはこの通知によって、苦しんでいる人たちがさらに増える、より厳格になる、これによって本当に困る人たちたくさんいるんです、この保護課長通知、ぜひ改めていただきたい、事務連絡と出されたもの、これを以前に戻していただきたいんです、法律政務官、最後に、法律政務官お願いします、もう時間がないんで、先ほども言いました、あペーパーは結構です。 政務三役とこのことをシェアしていただけませんか、はい、先ほどのことで時間がっておりますのでえ、堀内大臣政務官、簡潔にご答弁をお願いいたしますだ、はい、堀内大,大臣政務官、はいあの。ご指摘の通知改正は、平成27年4月の住宅扶助基準の見直しにおいて、住宅扶助の上限額を世帯人数に応じて、よりきめかく設定することに伴うものでございます。私たち自身あの一生懸命これからも世,あの世帯 世帯分離前の3人世帯であったものが、世帯分離ともない、2世帯となった場合は、住宅補助上限額が単身世帯の1.3倍から1.2倍になるなどというさまざまな現状を踏まえて、これからも子どもの生活環境、そして生まれた家庭の経済状況にかかわらず、しっかりとした未来が開けるように、政務三役として頑張ってままいります山本君、えー、改定してください、それが重要です。ありがとうございました